アターブラウザーは無料でオープンソースのウェブブラウザ。Qt フレームワークを使用してオペラ1 2 x の使用を再現し、旧オペラユーザーのデスクトップ環境におけるブラウザの使用感を維持することを目指している。アターブラウザーは GPLV3 のライセンス下で発表される。アターにおいて QtWeb 人は Chromium ブラウザコアのラッパー関数として使用されている。 2019年1月1日に正式版1.001を発表。アルファ版から丸5年であった。オペラソフトウェアでは取締役会が市販機の収益についてプレストエンジンの排除を決定し、それに続いて共同創設者のヨンフォンテッツナーが退社した。その後オペラ社はブラウザのレンダリングエンジンを従来開発していたプレストから Google Chrome でも利用されている WebKit に切り替えると発表した。そしてまた、Chrome がレンダリングエンジンを Blink に切り替えると、その後を良した。同時期に、オペラコミュニティのウェブサイトである MyOpera が閉鎖された。さらに、新生オペラブラウザは多くのユーザーに不満を抱かせる出来だった。4フォンテッツナーは、MyOpera アカウントを削除され基盤がなくなってしまった。 コミュニティのために、新天地としてビバルディ .net を用意した、と発表した。彼は、それがまた、2015年に、新しい会社、ビバルディテクノロジーズを起こす道につながるものでもあると、発言し、2016年には、新たなブラウザビバルディを持って、旧オペラの精神を復活させた。またこの頃、ミハウダ・トカウィッチもアターブラウザーの作成を始めていた。 2013年に最初のアルファー版バイナリとソースコードがリリースされた。顕著な特徴はユーザーが部品を再配置できる組み立てユニット形式をとっていることで、これは旧オペラにすら実装されていなかった。また、旧オペラの思想を尊重して、クロミウムに搭載されている言語別フォント選択を行わない。ユーザーが指定したフォント通りに作動する。この仕様を保持し、 筆記体フォントを自由に変更できるブラウザはもう、ファルコンとアターブラウザーだけになってしまっている。クトウエビンジンに不備があり、現在はクトウェーブキットの復元版と両方ソース法字で出している。クトウエビンジンは未だ標準仕様として採用されていない。キューティーの不備を直すことはできないので、動作はクロミウムより重い。ただし、旧式オペラに実装されていた。 機能の多くが備わっており、旧式オペラを象徴する。左上メニューは2014年から変わっていない。開発は毎週続けられているが、ソースフォー時にアップロードされるのは7ヶ月に1回にまで落ちている。ありがとうございます。